ゲーミング。皆さん、どうも、こんにちは、こんばんは。ブレイブハーツゲーミングのタイです。はい、ということで、早速やっていきましょう。今回はですね、eフットボールアップデート前情報になります。いや、久々ですね。はい。ということで、今回始まる前にですね、また皆様にご注意しておきたいことがございます。今回のですね、動画、まあ、アップデート前情報なので、いろんな情報を渡してると思いますが、いろんな YouTuber の方ですね、上げてると思いますので、今回の動画は、最後のね、アップデート前のおさらいということの動画になりますので、ぜひそこら辺をご理解いただいて、ご覧いただけるとありがたいです。ということで、まあ、早速始めていくんですけど、まあ、皆さんですね、今週いろいろ熱い情報が来ておりますので、ぜひですね、最後まで見ていただいて、最後の方にね、アイコニックのお話もしようと思ってますので、ぜひとも最後までご覧ください。ということで、早速ですね、お品書きの方に参りましょう。ブレイブハーツゲーミング。はい、ということで、早速ですね、今回の大目玉、まあアイコニックを省いて先にですね、ご説明させていただこうかなと思っております。こちらルナニューイヤーキャンペーンということでですね、こちらの方ですね、いろんなログインボーナスだったりとか、イベントやっておりますので、そちらの方をご説明させていただきます。ということで、最初ですね、期間中ログインすると最大 1000 e フットボールポイントがもらえます。まあ、1回目、2回目、7回目まで100ポイントから、そして200ポイント、300ポイントともらえますので、ぜひですね、この期間、1月24日から2月7日まではですね、ログインしていただけるといいのかなと思います。まあ、合計で、ね、1000ポイントなので、来作で引き継げるポイントになるかもしれないので、ぜひ、ここで獲得しておきましょう。そしてですね、アイコニックモーメントシリーズの登場をですね、予告しております。なんとですね、まあ、第1弾をですね、プジョーと、エトーが、そしてシャビも登録されます。エトーはですね、今回新登場なので、まさかのですね、ここで新登場を出してくるというですね、コナミさんの粋な計らいが出てきましたね。まあ皆さんね、エトーで、ね、まあ欲しいという方多いと思います。しかもやっぱね、バルセロナからね、もうなんか、バルセロナのなんか適性多くなってきたから、すごいもうバルセロナ止めでいけるんじゃないかなって感じしてきてるんだけど、まあゴールキーパーがね、なんとか出してほしいなって感じは、手足提言とかでもいいとは思うんですけどね。まあちょっととりあえずね。まあでもバルセロナでエトーが新登場ということで、こちら激アツになっております。第2弾の方はオーウェンとジェラードと、シャビ、アロンソロが出ます。まあね、ジェラードをですね、まだ僕持ってないんですけど、やっぱ欲しい方多いのかなと思うので、まあこういった方にはですね、かなり、ジェラード嬉しいのかなと思います。そして、オーウェンなんですけど、まあ、オーウェンに関してはね、やっぱ結構使用感的には僕的には好きなので、ぜひね、当たった方はね、使ってみて、まあ、まあ、レーディング上げのためにもですね、使っていただけたらなと思います。そして、シャビン・アロンソロもですね、まあ、使う方が、まあ、いりますよね。まあ、全然能力的にはですね、面白い能力してますので、まあ、センターミッドフィーダーでも、いい動きされるのかなと思っております。はい。ということで、こんな感じですね。アイコニックモーメントの予告がありました。そして、まあね、高難易度のイベントをクリアして、特別なエージェントを獲得しようということで、こちらはですね、まあ、コンピューターと戦ってトッププレイヤーとかで、ね、チャレンジスーパースターとかいろいろ対戦できるんですけど、ブラックボール獲得できるんですよね。そして、レジェンドクラブ、いつものですね、ボックスガチャの、剣がもらえます。多分、ボックスガチャですね、レジェンドが選べる、まあ、選べてかね、獲得できる剣が甘えるということで、いや、これもね、かなり嬉しいんじゃないかなと思います。で、僕ね、今、レーティング上げ1から強くして、原点から頂点という企画やっておりますので、そちらの方でね、頑張って、そちらの方をですね、引かせていただきたいなと思っております。まあね、原点から頂点は他のね、まあ、このチャンネルのですね、概要欄から、飛んでいただけると見れますので、ぜひよろしくお願いします。そして、ツアーイベント来てますね。ツアーイベントはね、まあね、時間がある方とかない方とかいると思うんで、まあね、シムだけやってる方とかですね、いると思いますので、ぜひですね、トレーナーね、枯渇してると思いますので、ぜひ、クリアしておきましょう。そして、まさかのコインセールということで、こちらの方もね、まあ皆さん、ね、が来たりとかね、週間引き最近やっぱ暑いので、こういったところでですね、こうやってコインセール来るとかなりいいなと思います。まあ、コナミさんのコインセールの出し方うまいなと思うんですよね。毎回結構いい期間、タイミングで出してくるし、しかもなんか手頃な感じがするから、すごい誰でも手が出しやすい感じになっております。ぜひですね、このコインセールもですね、忘れずに覚えておきましょう。で、こうやってね、様々な、
ことをですね、いっぱい書いてあるんですけど、まあね、ちょっと次の方で、しっかりと今回の大目玉を話していきたいと思います。それでは次に行きましょう。はい、ということで、最後の大目玉ということで、こちら、ルナーニューイヤーログイン、プレゼンツということで、まあね、こちらの方読ませていただくと、アイコニックモーメントの確定ガチャが一つ獲得できるということで、もうこれかなりね、熱いと思うんですよね。なので、もうね、ぜひですね、もうログインしていただかないともう損しますので、ぜひ、ログインして獲得しましょう。まあね、このね、アイコニック確定ガチャなんて、多分もうほぼこれが来ないと思いますので、もったいないので、はい。で、今回搭載される選手どうなるのってところなんですけど、多分ですね、旧選手は、旧アイコニック、前年度から出てるアイコニックは、搭載されなくて、今年で搭載された新搭載、例えばですね、同盟の選手でも、新しい、メッシとか、例えて言うならですね、新しい、ルメニゲとか、そういった、新の方が、新しい方が使われていくんじゃないかなと思います。まあね、配布とか、ああいうのはね、含まれないと思いますので、ぜひですね、そうですね、新アイコニックが来ますので、ネイマールとかとか今、いると思うので、かなり熱い確定ガチャなんじゃないかなと思います。僕みたいにね、なんかいろんな人はアイコニックいっぱい持ってる人からしたら、マジで被るだけはやめてほしいっていうところなんですけど、ただもうこればっかしはね、運なので、ぜひですね、開けた瞬間楽しみだなと思います。というところで、今回はですね、終わりの挨拶に向かいたいと思いますので、このまま終わりの挨拶に向かいましょう。はい、ということでね、今回は終わりの挨拶になるんですけども、いやもうね、今回のイベントはかなり熱いんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、皆様、明日のね、アップデート明け、楽しみに待っていただけたらと思います。はい。まあね、これでね、またね、ユーザーが帰ってきたりとかですね、熱がまた上がっていくのもね、楽しみだなと思いますので、皆様で盛り上がっていきましょう。そしてね、私のこちらの動画、今回面白かったりとかですね、良かったと思いましたら、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして、私の Twitter アカウントと、ブレイブハーツゲーミングの公式アカウントどちらともございますので、こちらともどちらともフォロー&リツイートをよろしくお願いいたします。そして、ですね、次回の動画ですが、いろいろ私、またね、こちら、ウイデとかですね、あとは、e フットボール、e フットボールなんですけど、e フットボールとか、プロスピとかいろいろ上げてますので、その他様々な動画上げてますので、ぜひそちらの方もご覧ください。ということで、今回はここまでとなりますが、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、またねー。チャンネル登録、高評価、よろしく。